大鳥居鹿児島神宮は、鹿児島県霧島市隼戸町内にある神社。式内社、大隅国一宮。旧社格は、官兵大社で、現在は、神社本庁の別表神社。かつては、大隅忠し八幡宮、国部八幡宮などとも称されていた。現在の祭神は次の通り。宗師は社殿によると、遠く神よとも、あるいは、神武天皇の御世に天神比。 高彦ミノルミノルデミソンの宮殿であった高千穂宮を神社としたものとされる。和道元年に現在地に潜座され、旧社地には現在摂者石待遇が鎮座している。当社の北西1 3トルの地点にはミノルミノルデミソンの御両とされる高屋山両がある。金明天皇五年に八幡神が衰弱したのもこの旧社地とされる。当社を聖八幡と呼ぶのは 八幡宮、道里氏に、新丹国の大王の娘の第一目は七歳の時に、朝日の光が胸をつき、解任して、王子を生んだ。王親たちはこれを怪しんで空船に乗せて、船の着いたところを所領とした舞うようにと大会に、浮かべた。船はやがて、日本国鎮税大隅の磯につき、その大使を八万と名付けたという、慶太天皇の大のことであるという、との記載がある。 ヤワタガミは、大隅国に現れ、次に、宇佐に千里、ついに岩清水に後を垂れたと、本尺物語集にも記載されている。大隅忠ただし八万の聖の字が示すように、鹿児島神宮は、ヤワタの根本社だとも言われている。伝承ではかつて、国部八万と宇佐八万との間に、どちらが正当な八万かをめぐって、争いが起き、宇佐八万は密かに十五人の死者を使わして、 国部八幡を焼かせたという。その際、燃え上がる社から立ち上る黒煙の中に、聖八幡の字が現れ、それを見て驚き恐れた死者たちは、溝辺の地まで逃れてきたが、神罰を受けたのか、次々と倒れてその数は十三人に及んだ。その後土地の人々は異境に死んだ者たちを哀れみ、それぞれが倒れた場所に使う森霊を慰めたが、その数が十三であったことから、 そこを十三塚原と名付けたと言われている。この十三塚原は、鹿児島県の国部平野北方にあり、その北東部には、鹿児島空港や、この伝承に基づく十三塚原史跡公園がある。この宇佐八幡の死者に関する伝承には、上記と内容の異なる伝承が他にもいくつかある。信頼できる資料での書室は、第五天皇の時に編纂された、演技式神明帳に、 大隅国桑原郡、鹿児島神社とあるもので大社に列しており、日向、大隅、薩摩の、いわゆる南九州では最も格の高い唯一の、式内大社である。その高い社格から、桑原氏、西書氏などの有力国人をその神職より排出した。平安時代に、宇佐八万が、九州五所の八万別宮を誕生したのに伴い、当社に八わたがみが合祀された、ともされている。 それ以降、聖夜渡宮、大隅忠八万宮、国部八万宮などとも称される。戦国時代から江戸時代には地元の大名である島津市の尊崇を受けた。1874年に神宮を宣言及び近代社格制度において官兵中車に列し、1895年に官兵大社に昇格した。戦後は、 神社本庁の別表神社となった初馬祭りの様子鹿児島神宮で行われる年間祭事は次の通り。所在地交通アクセス。ありがとうございます。